バレーボールブルガリア男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるブルガリアの男子バレーボールナショナルチームである1949年に国際バレーボール連盟へ加盟第1回大会である1949年世界選手権に出場し1950年代にかけて世界選手権と欧州選手権で4度表彰台に立った東欧の古豪ブルガリアは 1970年代から1980年代にかけて競合国として活躍。1970年世界選手権と1980年モスクワオリンピックでそれぞれ銀メダルを獲得した。また1972年ミュンヘンオリンピック準決勝で決勝進出をかけて日本と戦った首都はバレーボール史に残る名勝負となった。 1986年世界選手権の銅メダル獲得を最後にしばらく表彰台から遠ざかったものの2000年代半ばになり2006年世界選手権で20年ぶりの銅メダルを獲得し30年ぶりに出場した2007年ワールドカップでも銅メダルを獲得 FIVB ランキングを4位まで上げ2008年北京オリンピック出場を果たしたが 準々決勝でロシアに敗れ、モスクワ以来となるオリンピックメダル獲得はならなかった。2012年ロンドンオリンピックは3位決定戦でイタリアに敗退した。ありがとうございます。